1849年に、クックが、ジャックのために設計したスタントンチェッセット、ジャック・オブ・ロンドンは、イギリス・ロンドンの玩具メーカー。以前の名称は、ジョン・ジャック・オブ・ロンドン、ジャック・サン。アナログゲーム用品やスポーツ用品を製造する、老舗の同族経営企業である。フランスのユグノーの子孫であるトーマス・ジャックが、象ゲ、剣木、骨、 タンブリッジウェアの製造元として1795年に創業した。第二次世界大戦中のチェス人気は、イギリス軍の未休がイギリスとアメリカの捕虜に脱獄の道具を提供するのに役に立った。特にジャック・オブ・ロンドンの木製、スタントンチェスセットがこの目的で使用された。チェスの駒の箱の内壁は、地図、通貨、文書、ノコギリ。 スインガーコンパスを隠すためにくり抜かれていた。大きなチェス板は、偽造文書、地図、通貨、その他の金製品を囚人に供給するのに最適だった。チェスのコマ自体はくり抜かれ、メッセージ、コンパス、地図、服装を一般人のものに変えるのに役立つ線量を入れるために使用されていた。コマの土台はしばしば左回転ネジでねじ込まれていたので、 土台を緩めようとしても通常はきつくなるだけだった。同社は2000年にオフィスとショールームをケント州イーデンブリッジに移転した。ジャックさんのルードボード。ありがとうございます。